もう前夜まで来たんか。うん。まあなんだよ、何があった？今度は。明日の革命記念祭では7番目のゲネスに気をつけ。あ、痛っ。さて、秋将の夜マラソンが終わった直後でございます。で、クエストも終わりまして、コネクトも全部やった。うん。で、行くところはもうあとはないので、はい。ではね、やっとメインストーリーを進めることができます。ね、ちょっといつもね、マラソンとかコネクトを挟んじゃうと時間かかっちゃって申し訳ないんですけども。まあちょっとこれが俺のスタイルなんで、はい。申し訳ない。お付き合い、なるほどね。ここにエスメレいたから、カトルとの、コネクトか、のイベントでいたんだ。あ、なるほどね。メインストーリーがあるから、ね、ここ入れないと思って、マラソンやってなかったから、ここにいたんだね。へぇ。よし。じゃあ、行きましょう。ヒヨ。うん。エスメレ、泥酔状態につき、正常な歩行が不可能。明日の二日酔いが発生する確率、約 90%。今日のうちに水1リットルを取ることを推奨する。おお、素晴らしい。はい、カトル。はあ、エレネーってお酒強くないのにいつも調子に乗って飲みすぎるんだよね。ほら、エレネー、水だよ。まったく、ちゃんと一人で帰れるの？えへへ、大丈夫大丈夫。今夜はカトル君のお部屋に泊まるもん。お？って、エレネ、やめてよそういうの。バンさんの前なのに。うん。いや、俺は別に構わねえぞ。ホテルまで送るのも大変だし、それこそお前さんの部屋でいいんじゃねえか。ふん、ふん。もう、バンさんまでやめてよね。うん。まあでもね、あそこバーゼルのおばあちゃんの家っていうか、で、あそこではみんなで暮らしたりしてたんじゃないのかな。ほら、エレネ、いい加減、いよいよ冷ましてよ。うん。えっ、カトル君が抱きしめてくれたら考えてもいいけど。役得め、この役得め。もう、本当に世話が焼けるんだから。はい。あ、一緒か。オッケー。はい、じゃあこれで完璧にマラソンが全部終わったね。うん。ではでは。はい、バンのデスク。あ、ラジオ聞こうぜ。そういえば、イーリスの夜に様々な音楽をお届けしております。続いての曲は、こちらです。そうか。これ、いつの時やっても、夜のね、ラジオはこんな感じだったな。はい、では、行きましょうか。うん。あとは別に、シミュレーターも全部終わってトロフィーももらってるから、ちょっとこれだけやっとくか。はい。ジュリーのコネクトステージマックスにしよう。うんうん。で、セピス200、セピス回。うん。美味しい。うつせみ。あ、俺これ欲しいって言ってたやつじゃなかったか？確かそんなもんだった気がするが、ちょっとチェックしよう。ああ、そうか。それで買ったのか。うん。じゃあ、これで2個目ね。OK。では、行きましょう。はい。夜行動を記します。行きます。これでようやっと進められるぜ。はい。それから3日、革命記念祭を目前に解決事務所は慌ただしい日々を迎えていった。いやー、ついにか。ついに記念祭が。はい。うん。お？え、なんすかそれ。はい。アルマータ壊滅による最後の揺れ戻し。しかし、残党のような物騒な案件はほとんどなく、細かい相談事や委託要請が大部分を占めていた。
マイワイとばかりに未来外の謝礼として食料品や引き出物を受け取るケースも多く、飾り付けられていく首都の街並みと合わせて記念祭が近づいてくるのを実感するんだった。それと合わせてバンの言葉をきっかけに各メンバーは今後について考え始め、今後かいろいろな意味で革命記念祭が一つの区切りとなることを予感するのだった。はい、ここからどうなの。一方、革命記念祭でクレイユ村の追悼式典が決まったことに加えて、共和国軍の次世代兵装の披露も改めて発表され、国内外の注目が嫌が応でも集まっていく。これ衛星レーザーチックなもんだと思ってるけど違うから。あ、マリエル、そんな中、記念祭に出席するため多くの重要人物が人入りを果たすのだった。いやー、これ何が起きんだろうな。そして革命記念祭前夜、はい、もう前夜まで来たんか。まあなんだよ、何があった今度は。明日の革命記念祭では7番目のギネスに気をつけ、あ、痛っ。ちょっと待って、ひっくり返っちゃった。なにそれ、嘘。ちょっと待って、はぁ、嘘、ここで何、また C 使うの、ファルコム。ちょっと、ズゴ思いっきり後ろにのけとってひっくり返っちゃった。やべえな、これ切り抜きでもすかこれ。オッケー、ちょっと待って、マイクが、待ってよ、何、明日の革命記念祭では7番目のギネスに気をつけられたし、 C クローアームブラスト、ルーファス・アルバレア。おい、まさかここでまた C っていう文字が聞け、見れんのか。ごめん、うるさかったらごめんね。ごめん、いや、こんなのテンションを抑えられるわけないでしょ。待って、やばい、震えてる手が。やば、いや、ここめっちゃ驚いたんじゃないのみんなっていうことは。マイクか。ああ、じゃあこれで今今日が革命記念祭の日ってことだよね、これ。うわ、すげえ人。いや、またし、いや、これはクローも頭抱えますわ。またく、あ、マクシムいる。黒歴史が。やばい。ちょっと俺の口が止まらねえ。これはやばい。いや、目立つな、みんな。おじいちゃんまで。ロックスミス普通に顔出してるけど、それ、大丈夫なん？お忍びとかじゃなくて普通にいていいんだ。うわー、待ってよ、ちょっと今文章止まってくんないかな、ちょっと落ち着きたい。 C の文字を見て。あー、顎いて、顎。あー、ちょっと待って、一回止めよう。うわー、マジかよ、 C。 この C っていうのは結局そういうことの C だよね。あの C ってことでいいんだよね。それを語ってるとか歌ってるとかでいいんだよね、これ。きっと。いやー。まあ、ちょっと進めるか。
そろそろ10時ですね。ふん、もったいぶりやがって。ゆめちゃんたちも含めて結構知り合いがいましたね。もうみんないたでしょ。へえ、よくわかるわね。うん。ああ、先輩たちは会場に行ったみてえだが、付き合わなくてよかったのか？あ、はい。立場上、あの場所に行く場合、護衛は必須とのことでした。ああ、まあ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 、もうあなたはね、もう大統領御令嬢ですからね、あなたは。うん。あのメールも気になりますし、いや、気になりすぎるってところじゃないな。こちらにいさせてください。はい。そうか。あのふざけたメールか。ゲネシスの、しかも未発見の7番目とか言われちゃったらね。うん。C というのは結局何者なんでしょうか。はい。その名前、ここ数年で2度ほどエレボニア帝国を騒がせたものだな。無論、同一人物ではなさそうだが。いや、またシーンって使われちゃったんですか。いや、これはもうさっきも言ったけど、もうこれクローさんもまた、もう、ああ、また出てきちゃったよ、シーンが、つってもう完全に頭抱える案件で。なんでも内戦を起こしたテロリストにそれを語ったとある人物だそうね。まあ、あれか、彼ね。ルーファスね。はい。ですが、どちらも解決済みで、今回関わっている可能性は低そうです。ですが、その名前を使うことに何らかの意図はありそうですね。ああ、誘導か、かく乱か。ひょっとしたら直球で C を関するやつかもしれねえが。直球で C を関するってのは何？あの黒みたいに、あのイニシャルとかに C が入ってるとかそういうことかな？そういう意味か、これ、関するって。待って、今までの黒の登場人物で C って文字が入ってる人物。ま、クロード・エプスタインとかの C とかだよな、思い浮かぶとしたら。確かに、いろいろと可能性はありそうです。メルキオルの野郎が捕まってねえなら、ねえから、奴の可能性もありそうだが。あ、アディエスさんのお父さんです。はい。皆さん、お待たせしました。あ、鬼畜メガネもいる。時刻は10時ちょうど。あー、びっくりした。グラバート大統領が姿を見せました。あ、ルネも嫌がるな。うわー、もうこの革命記念祭とかよりもそっちばっか気になっちまうわ。どうなんのこれ。また新しい解放戦線とか出るんじゃ。うわ。ちょっとお茶目なところも。親愛なるイーディス市民、はい、並びにカルバード全国民の皆さん、これは俺もちょっと共和国のね、ちょっと一員として聞こう。これはごきげんよう、ロイ・グラムハートです。え、イケオジだな。俺も拍手。今から108年前、うわ、七曜暦1100年にその偉大な一歩は踏み出されました。この BGM あれだよね、あのクレイウ村が吹っ飛んだっていうのね、モンマルトでラジオで聞いた時の曲よね、これ。自由、平等、友愛の精神のもと、身分や人種による差別を永遠に否定し、強い意志を持って共に支え合い、理想郷を築き上げるための長い旅路よ。ん？共和国のこれってあれか、フランスがモチーフなのか。フランスの国旗のなんか白とか青とかそういう色の一つ一つにこの自由、平等、友愛っていう意味があったはず、確か。違うかな。カルバード民主革命、それこそが見果てぬ旅路の名前です。
それがもたらした理念と精神によって我々は国を、世界を変えてきました。一国民として、第23代大統領として、その旅路を皆さんと共に歩める幸運、ただただ女神に感謝せざるを得ません。いや、なんか大丈夫かな、なんか C って名前も出てきたしな、大丈夫、これ撃たれない言わせるかよとか言って撃たれない、バーンって。ですが今回は皆さんと喜びを分かち合うだけでは済まなくなりました、うん、ご存知のように卑劣なテロにより失われてしまったクレイユ村、共に歩み夢と理想を共有していた同志たちが犠牲となってしまったからです。非常事態宣言への皆さんの協力もあり、テロを企てた残虐なる犯罪組織については完膚なきまでに壊滅することができました。ですが行ってしまった方々は戻ってこない。この行ってしまった方ってのでマリエル移すってのがまたね、ディンゴ関係の。国を預かる者として、最高司令官として、誠残機に耐えません。お悔やみの言葉を述べるとともに、これより追悼の儀を執り行わせていただきます。いや、マクシム目立つな。天に増しますエイドスよ、アルーシャよ、天上聖母よ。あ、 BGM 消えたぜ。願わくば彼らを導き、光り差す大地へと返したまえ。うん、今俺もやってた。もう追悼してた。同じことをやってた、今。大丈夫かな？言わせるかよとか言って撃たれそうな気がするんだけど。ここで、イーディス大聖堂の聖歌隊による賛否歌と、ジェローム大司教芸家からのお言葉があります。はい。お？この曲は初めてか？初？とても綺麗な村だったそうですね。リゼットは行ったことないのか。はい、私にとっては恩人が眠っている場所でもありました。うん、アイダさんか。もうそこの場所までも全部まとめて吹っ飛んだわけか。どんぐらいの規模なんだろう、そもそもの話。そっか、ロケに行った時を思い出すわね。あの光景ももう二度と。我々が忘れなければいつまでも生き続けるであろう。人の魂も光景も。ふん、だといいがな。信じてもいいのかな。うん、ああ、それに忘れたとしても大丈夫だ。人がいた証ってのはどこかで誰かの血肉になるもんだからな。うん、これはなんかバンが言うのに深い意味がある気がする。証は血肉に。ふふ、言うようになったな。しかし、お前の親父っつうのは改めてとんでもねえ野郎だな。うっかり聞いてると、たらし込まれそうになってくるぜ。はは、そうでしょうか。うんうん、すごいです。アニエスさんのお父さん、アブ。かっこいいですし、頼りになりそうですし。イケオジなのは間違いないわね。俳優も余裕でこなせそうなオーラだし。ああ、確かに。よく通る声がまた反則なのよね。おう、クロスベルにもいらっしゃるで。ロックスミスさんの方が政治家っぽい感じではあるけど。あれ？ちょっと待って。ね、今、ね、声優さんが交代して、ね、石塚さんから、
小山力也さんにまずセルゲイ課長が変わって、で帝国のねクルトの親父のマテウスも変わったから、一応あれか、クロスベル、カルバードでエレボニアってこの3つにいるわけか、あの小山力也さん。ロックスミスさんの方が政治家っぽい感じではあるけど、アーロンさんじゃないけど思わずたぶらかされそうっていうか、あってごめん。いいんです、私もちょっと同感ですから。はい。傑物なのは間違いあるまい。ロックスミス殿とはまた違う意味で。さらなる一端をこれから見せてくれるようだが。はい、追悼の儀はここまで。いよいよお披露目でしょうか。はい、新兵装ってやつかな。いやー、なんだろう、ちょっと不安があるわ。ありがとうございました、大司教芸家、そして聖火隊の諸君。思えばこの長き旅路の中、多くの苦難と混乱がありました。帝国との長きにわたる紛争、幾度となく訪れた経済恐慌、今回のマフィアの暴虐のみならず、邪悪な宗教団体の事件もありました。そして未だに共和国憲章に反する差別やテロリズムの温床は残っており、国外に目を向ければ紛争の火種は絶えず、帝国が構成できるのかも不透明な状況です。さらに共和国の東、不毛の荒野が広がり続けている大陸東部にも、ゼムリア大陸を主導する我が国はいずれ目を向けざるを得ないでしょう。うーわー、ちょっと今の言い方はな。そして革命の母シーナ・ディルクが、思想家オーギュストが、芸術家アラミスが、アトキンソン将軍が、多くの困難を乗り越え革命の敵を打ち倒してきたように。このさ、シーナ・ディルクもね、なんか誰かに似てる、なんか面影があるとかなんかいう話ね、最初の頃やってたけど、これオーギスとかアラミスとかもね、結局は誰かに関係してたりとかするのかもしんねえよな。でこれちょっとね、これ我が国はってさ、ちょっとね、いろんな国家みんなでじゃなくて我が国がって言っちゃってんよな、これな。我々もまた一致団結して前に進むため、強くあり続けなければなりません。いや、しかしすごいなこの人数。イース9の頃とかね、あれ PS3 の頃のね、エンジンを使ってイース9とか作ってたらしいんだけど、で他の、あ、ごめんね、ちょっと奇跡と関係ない話しちゃうけど、でこのいっぱいさ、こうやって人がいる中で普通に何のね遅延とかもなく動かすようにするって相当な技術だったらしいんだよ。で他のゲーム会社から見たら、どうやってそういう風にやってるのかが分かんなかったらしいんだよね、これイース9の人数の多さで普通にまともに動かせるっていう方法が。それを可能にする力を本日この場で皆さんに披露させていただきます。まあ、要はファルコムすげえってことだ。うわ、ついにか。ご紹介しましょう。現在大規模な刷新が進んでいる、はい、共和国軍の次世代兵装。何？その一端を。あ、戦車？まずは現主力戦車ウェズンに代わる次世代戦車となるシェダルシリーズです。帝国の主力戦車の2倍の最高速度を実現しつつも、防御性能はそれに匹敵、同クラスの口径を持つ主砲に至っては3倍近くとなる射程距離を実現しました。
デザインが現代っぽい本当に。続けて、あーこれ共和国軍初となる飛行巡洋艦イクスアルバ級です。マルドゥックのやつもこれだったよね。全長120アージという飛行戦艦と中型飛行艦の間に位置するクラスですが、最新の武装に加え高性能の管制システムを備え、一艦で独立した作戦行動を可能としています。最新の模擬演習では一艦で帝国の飛行分艦隊を圧倒できるほどの戦力評価を得ています。へえ。おお、かっけえ。いやー、最後にサプライズとして全く新しい兵装をご紹介しましょう。国民は普通に喜んじまうのか。あれは帝国が使ってたっていうザイクレス。ご存知、帝国が4年前に世に出した人型有人兵器である機甲兵。ああ、そうかそうか、この時は。それとは全く異なる設計思想で開発された共和国軍の次世代兵装、アサルトフレームです。第6世代ザイファの完成システムにより、出力、操作性、反応速度全てで高性能を発揮。帝国の最新式の機甲兵すら総合的な戦力評価では上回りました。よくやった共和国。素晴らしいわ。共和国万歳。わー、なんかな、なんかちげえんだな、これなんか違うな。無論力には理性が必要です。我々はかつての帝国ではないのですから。撤回のように重々しくも巨大で方向転換しにくい力ではなく、強くしなやかでどんな事態にも柔軟に対応できる力こそがふさわしいはずです。お、煽りますね。本日ご覧いただいた新兵装たちはそれを体現していると言えるでしょう。いやー、ご清聴ありがとう。お堅い演説はここまでです。共和国に栄光と女神の加護。いや、やり手感がすごいね。この良き日を親しい人と心ゆくまで祝い楽しみ、またありし日を忍んでください。もう的確に帝国を今煽ってたよな。あー、いや、衛星レーザーとかそういう系かと思ったけど、いや、意外とあれだったな、バージョンアップ系の新兵装だったか。ザイクレスに至ってはそうだよね、バーゼルで一応ね、プレイヤーはもう認知してるけど、まだ一般的に見たら知らないわけだからね。まあそうか、新兵装の中に入ってたわけだな。はい、よし。今ちょっとここまでオートだったから普通に進めてたけど、でさ、ザイファーで、今回のこのザイファーってさ、だってエプスタイン財団とか確か絡んでないで独自で作ってんでしょ、これ。こういうのってさ、だからこれのためにもう見越して作ってたってことだったんかな、これ。ああいうザイクレスとかを、そのためにザイファーとかをもともと作ってたってことなんかね。なるほどね。ああ、言ってるわ。なるほどな。すごいね。F やら、巡洋艦もとっくに見ちゃいたが、うん。はい。まさかあんな風に盛り上げるとは思いませんでした。まあ、事情を知ってる人たちからすればちょっと不穏な感じだけど、一般の人から見たら、まあ他の国よりもない力が手に入った、これで共和国は安全じゃみたいな、安泰じゃぞみたいな感じでみんな盛り上がってる感じなんかね。ええ、 MK 社の戦力評価を最大限に活用していましたね。ってこっちは初めて見たから普通に度肝を抜かれた。ああ、そうか、ジュリスいなかったか。うん、あ、確かにバーゼルの時ですもんね。記念式典は終了しましたが、次世代戦車およびアサルトフレームの一部は革命広場に展示されるそうです。うわー、大丈夫それ、後々なんか悪用されてさ、勝手に暴走させられたりとかしねえか。大統領府方面は立ち入り禁止となりますので、来場される場合はご注意を。
で、なんか暴走して、ブーンって無人で動いて、ザ・ザイグレスがーっつって、で、このイーディスの街はバーって襲ったりとかしてさ、これはーとかならねえか、大丈夫か。うん。お父さん。うん。あ。ま、何にせよ、ここからは打ち合わせ通りだ。4SPG をチェックしつつ、首都の各地に向かってもらう。うん。はい。これで革命記念祭が始まったってことか。BGM がもうね。7番目のゲネスに気をつけろ。あの警告ベルに対して一応備えるってことだね。ああ、いたずらの可能性もあるから念のためくらいだがな。すみません。せっかくのお祭りなのに巻き込んでしまったみたいで。いやいや。とんでもないです。今更だろ。むしろ付き合わせてもらわないとかえって気になっちゃいそうだし。ま、巡回するのは俺とあと一人だが、祭りを、え、マラソン、え、もうやるの。祭りを楽しんでも構わねえだろ。ただし何か違和感があったらすぐに連絡しろ。そこが肝心だ。アークライド流警戒術だね。匂いってのはともかく俺様が見逃すのはありえねえな。承知しました。こちらはいつでも交代できるようにいたしますので。それ以外に手が必要な時などは遠慮なく声をかけるがいい。ええ、頼みます。うわー、マラソン終わったばっかなのに。市内を巡回するメンバーを一人選んでください。はい。わー、じゃあこれはとりあえずアーロン連れてくか。で、バンとアーロンの絡みは基本的に面白いからな。おう、ビクトルのおやさん戻ってきてるみてえだな。ポーレットと夢は記念祭の見物でもしてんのか。あの残念レーサーと一緒とか言わねえだろうな。打ち上げの時に微妙に進展してやがったみてえだが。それはそれで複雑だが、まあ多めに見てやるか。そんじゃあアーロン、巡回を始めるぞ。せいぜい遊び回ってやんぜ。うわあ。ええー、待って、バンタユ地区も増えてるし。マジか。うわあ、超長編イーディスフルマラソンが始まった。ああ、やっぱ店あるわ。あんたらも買ってくかよ。あ、しかもアルタイルの栗売ってんのか、あんた。マジかよ。え、ちょっと待って。おお、ルテテテレレ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 。これはね、一回ね、あのシェリド王子のね、皇太子の流れたけど、あとはおお、イーシスクロニクルファン To make the end of battle。 え、これリメイク版だよな。うん、イース2のオープニングだよ。 To make the end of battle。 うわー、あ、めちゃ見られてる。記念祭だからか、だから BGM 変わったんか。続いてのナンバーはこちら。あとは、あー、これも、これフェルガナか。フェルガナの翼を持った少年だな。え、合ってるよね。俺これでドヤ顔してっけど、間違えたら恥ずかしいぞ。いやー、フェルガラリメイクしねえかな。社長がリメイクしたいって言ってたけど。あとは、あ、終わり。ちょっとしばらくあれ聞いてようかな。何曲あんのこれ。レディオ
いいです。レディバット。いやー、テンションが上がるわ。革命記念祭の本日はフルタイムで人気の音楽をお送りしております。ああ、なるほどね。続いてはこちら。おお。でてて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 。銀の石。え、しかもこれあれじゃない？あのビータのさ。え、これエボリューション版じゃね？え、エボリューション版の BGM 使えんのか？角川のあれ関係ねえかな？いや、今のそうだよね。とっても素敵でしたね。続いてはこちらの曲です。あ、うん、これね、さっき。あれ、他に曲ないかな？続いてのナンバーはこちら。あー、なんかもう何週かしたけど変わんないね。なんか流れる順番も一緒だから、これ固定なんだな。へえ。じゃあ戻そう。いやー、面白いわ。いいね、いいね。こういうとこですよ、ファルコムさん。こういうファンサービスがね、私たちはもうね、たまらないんですよ。いやー、最高だな。いやー、これはマラソン、楽しいマラソンになりそうだぞ。ちょ、待って。で、バンタイヤ行けるんでしょ？これ、ちょ、行って大丈夫かな？なんかイベント始まんない？ちょ、怖いから一回攻めちょこうか。よし、ちょっとバンタイユ、ちょっとお邪魔していく。よし、行くか。いやー、今回のマラソンはどんぐらいかかるのかな、時間。いや、本当に進み遅くて申し訳ねえ。素敵ね。おお。あ、でも狭いな。狭いっていうか、話しかけるところも少ないね。あれ、あなたバーゼルの。そうじゃない？ビリー。まず今は話しかけないでおく。あ、シニョ。あ、あー、喋りかけて。喋りかけたいけど、ちょっとね、メインイベントはマラソンが終わってからなんだな。うわー、これ気になるな。一番最初にこれ話しかけるか、マラソン終わったら。コネクトは？うわー、コネクトもいっぱいある。これやーべーな。シズラいるし。シズラレムミスルギ、やばい。ちょっと汗かいてきた。汗もやばいわ、これ。テンションが、俺の声がずっと上ずってるでしょ。やべえ、楽しい。面白そうだな。あなたは？おお、この人は、あとオラシオンの人だよね。なんだっけ、ロイヤルガーデンだっけ。ふんふんふん。ああ、展示してあるわ。いや、やっぱね、膝つき。もうロボットの膝つきはかっこいいよね。バリマールとかもそうだけどさ、めちゃめちゃかっこいい。これちょっとあれか、気候兵よりでかいのか、ザイファー。じゃあ、ザイクレスって。これは、あ、観覧は結構ですが、それ以上は近づかないようにお願いします。と、失礼しましたね。ダメか。なるほどね。だとはいけないもんね。あれが大統領府だもんね。いやー、おっと、あ、博物館か。博物館。あ、大統領府は向こうか。あれか。オッケーオッケー。じゃあとりあえず、ごめん、またね、マラソンから始まるけども、どうか皆様お付き合いください。これどっから降ってんの、これ。ゴミがやべえな。あれか、エイドスが祝福してくれてる系か。現実でやったらもうやべえだろうね、これ。苦情とかめっちゃ来そうだ。はい、じゃあ旧市街戻りまして。さあ、
出発せんぞ。ちょっと他のところもね回ってどんな人がいるかとか見たいけども、まあそれは次のパートとかにしましょうか。いやー、これマラソンまた2パート分ける、これひょっとしたら3パートに分かれるかもしれない。その場合はちょっと申し訳ないがね、だいぶ進みが遅くなってしまう。はい、まあでもこれがね俺のスタイルなんで、こんな実況者がいてもいいだろう。はい、というわけで、じゃあ今回のパートはねここで終わりにしたいと思います。で次回からはね、この記念祭の革命記念祭のマラソンから始めていきましょう、ね、このアーロン君をね引っ連れて。はい、それではお疲れ様でした。いやまさか C だってよ、 C。 いや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 、どうなるんですかこれはい、お疲れ様でした。それじゃあまたねみんな、次のマラソンで会おう。いやドキドキする神ゲーだな。あ、ナタリア。